浪監督、自身の若い頃を見て大爆笑する。立浪監督、はっはっはっは笑い、これ何年目ですか、若さーな、2年目のオフです、立浪監督、あ、パンチパーマだな、これは確か成人式だったと思うんですけど、スーツを成人式用にちょっと派手めな、この1回しか着てないと思います。まだ素晴らしかった時。発信のパーマがかかりすぎたの画像は面白い。いつか監督時代見て笑ってるかもしれない。歴史的低迷してるのに余裕ありすぎだろ、メンタル強いな。10年後に立浪監督時代の成績と采配見て爆笑されてそう。スーツの肩パッドがめっちゃ気になる時代やな。これは素晴らしい選手時代。この時期の選手をどう扱うかって大事だよな。星野監督は立浪の育成を失敗したよ。1、2年くらい下積みさせれば息の長いショートになれたかもしれないし、指導者としても今とは違うものになれたかもしれない。例のヘッドスライディングからの故障がなければとは思う。ヘッスラの故障というか1年目無理したせいで右肩おかしくして2年目全休。それ以降もその影響響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 響